ベステルボッテンチーズは、スウェーデンのベステルボッテン地方産のチーズである。ベステルボッテンチーズは、小さな目や穴が開いた、固くきめが粗い牛乳から作られる、ハードチーズである。チェダーチーズのようにこのチーズは成形、熟成される前に、カードの状態で加熱、切り分け、攪拌がされる。強い風味を持ち、いくらか、パルミジャーノ・レッチャーノに似た塩味と言われるがより苦味が、強い。 色は明るい黄色で、脂肪分は31%である。スウェーデン人の中にはこのチーズを、チーズの王様と考えているものもおり、しばしば限られた供給量に対して需要が上回る状況になる。こういった理由により、その他の熟成タイプのチーズのおよそ倍の値段になっている。このチーズの熟成には少なくとも12ヶ月間が費やされるが、一般的には14ヶ月がかけられている。 ウルトラスク村はベステルボッテンチーズが1870年代に落農家の手伝いをしていたらしいエレオノラリンドストロームにより初めて作られたと主張している。言い伝えによるとリンドストロームは従来のチーズを作るために一人でカードを攪拌していたがその他の雑用家、恋人との密会のためにその作業を中断した。この結果として牛乳を カード化するための加熱と拡販の手順が入れ替わることとなった。ベステルボッテンチーズはブルトラスクの落農業者のノルメーエリエルのみで作られている。スウェーデンではベステルボッテンチーズはバンカのダリガニパーティーに欠かせない食材とされている。これは特徴ある風味で高い人気のベステルボッテンチーズパイに使用される。ありがとうございます。